アイテム番号 SCP-407JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、収容手順91。ビタ。都市内異常建造物標準的収容が SCP-407JP に実行されます。民間人を SCP-407JP から遠ざけるため、保安職員は SCP-407JP を含む該当建造物を防護してください。説明、SCP-407JP は、県、町の廃業したホテル中にある 1200mm×685mm×550mm の標準的ポリ浴槽です。民間のオカルト雑誌記者が当ホテルへ侵入し行方不明となった旨を財団が傍受。当ホテルを捜索し、雑誌記者の経路終点近辺より SCP-407JP が発見されました。SCP-407JP を移動するいかなる試みも成功していません。1SCP-407JP のバス栓は閉められており、SCP-407JP の活性化中を除き栓を開くことができません。活性化状態が収束すると、開かれたバス栓は原理不明の運動によりおのずから閉められた状態へと移動します。人間が SCP-407JP を直接視界に入れることによって SCP-407JP は活性化します。SCP-407JP を見た被験者は、オブジェクトの内部に水が存在しないにもかかわらず、そこに湯が溜められているという認識を抱き、被験者は SCP-407JP 内部へ侵入したい衝動に駆られます。SCP-407JP 内部に侵入し座り込んだ被験者は、肩口までお湯に浸かった感覚と夢心地でぼんやりとした認識を抱きます。この時、被験者によるバス栓に対するあらゆる操作は対象をすり抜け、被験者はバス栓に触れることができませんが、その異常を被験者は意識しません。また、SCP-407JP から脱出することを被験者は望みません。この段階では、外部から被験者を SCP-407JP 内部より引き出すことができます。被験者を SCP-407JP の見えない位置に移動すると、SCP-407JP の影響下より脱し被験者は正常な状態へと戻ります。SCP-407JP 内部に被験者がいるとき、バス栓が外部手段によって開かれると、被験者は SCP-407JP の底が深くなっていき、一方で水位は一定位置に留まっている様子を認識します。また、SCP-407JP 内部にいることに被験者は深い安堵感を呈します。外部からは被験者が SCP-407JP の底をすり抜け下方へ沈んでいくように観察されます。下方へと沈む被験者を引き戻す。および身体が下方へと全て脱した後の被験者を観察。追跡するいかなる試みも成功しませんでした。物理的検証と成分検査より、SCP-407JP の排水トラップは人由来の涙と唾液で満たされていることが判明しました。これらの起源は不明です。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんです。